よし、今日モンハンやっていくんだけど、もう結論から言うと、撮影したんだけど、動画データがぶっ壊れて、ボツになったと。まあ、ただ、ウカム倒しただけなんだよね。だからまあ、いいかなって。まあ、その前にもちょっと素材集めとかいろいろしてたんだけど、あ、この今日の動画、これ内容は面白くねえなーって思う動画だったから、まあ、ウカム倒したのはあれだったけどさ、まあ、実際前回の動画で、もうほんと、ウカムあと5発ぐらい殴れば倒せんじゃねぐらいのとこで負けたじゃん。言葉でも全部見せたし。だからまあそんな影響ないのかと。ほんと自分で言っちゃいけないけど。で、生態なんかを見せてたりしたんだよね、その動画で。で、それを、まあまず見せていくと。レッツゴー！ティガレックスの生態。これ一匹になったところを狙うんだよな。ここら辺あれじゃね、現実の動物もそうだよな。なんか虎とか確かそうだよね。で、音が結構グロい。でさ、これさ、見てて思ったんだけどさ、現実の虎とかもさ、首をさ、噛むんだよね。だからやっぱ人間と同じで動物の首が弱点だから、あ、それがしっかり考えられてんだなーって謎に感動を覚えたわ。次はディアブロスの生態。これはまあ割と有名だね。で、これが本当の縄張り争いだよな。本当の意味での。これでもオス同士が、オス同士なのかメス同士なのかわかんないけど、ここは俺の縄張りだぞーっつって、まあ本当の意味での縄張り争いしてるとこだな、これ。もうオスだろうね。縄張り意識とかそういうのなんかオスの方がありそう。短っ。で、なんだっけ、ディアブロスアシュはちなみに、ディアブロスのメスの個体が繁殖期になった時に黒になる。だからそういう合図なんだろうね。んで、これグラビモスの生態なんだけど、ちょっとね、これマジでなんか笑っちゃうの。ちょっと見て。マジ笑っちゃうから。これ、これなんなん？これ、俺ら何を見せられてるの？絶対ネタなかったの、これ。ただグラビモスが溶岩の中に入るよっていう。ちょっと、これは謎だな。で、リオレイヤの生態。で、これ思うんだけどさ、ランポスが暴れて逃げ出すかもしんないじゃん。だからさ、ま、その、なんだろう、ちょっと息の根を止めてから運べばよかったんじゃねっていう。なんか理由があんのかね。で、子供たち可愛いね。羽バタバタさして。子供たちの食料を取ってきたって感じやな。これとか逃げちゃうかもしんないからね、ワンちゃん。で、まあ、息の根を止めて、ちゃんと肉にしてあげるんだよな、これ。食わせるんじゃなくて。なんかランポスの死体をなんか、わかる？こう、子供たちがピコピコピコって歩いていって食うのかなと思ったら、ちゃんと肉にして柔らかくして食うっていう。で、これがまあ世界中の生態だと一番有名よ。知らない人はめっちゃ楽しみにしてて、これすごいから。アカムトルムの生態。怖い！今の赤も怖くない？普段すっごく可愛いのにさ。さあ、聞いてるぞ。ひるんでる。だが、しかし、やっぱ首なんだよな。生き物は首が弱点なんだろうな、みんな。ほら、怖くね？で、ワンパンされてしまったと。
これめっちゃ激アツだよね。これワールドで見てえなー。まあ、ワールドに赤分別に求めてないけど、なんかわかる？超大型モンスターと普通のモンスターの縄張り争いが見たい。だからワールドだったらちょっと無理だけどさ、無理なんだけど、そのゼノジーバとネルギガンテの縄張り争いとかさ、そういう超大型 VS、まあ、ただの大型の縄張り争いがさ、アイスボーンで見れねえかなー。めっちゃ見てえわ。そしたら浮かも行こうか。前回のさ、負けた前科がもうあるから、素材玉じゃなくて先行玉15個に、怪力の種10個持って、もうマジのマジでやるわ。見てこれ、ウカム倒したからね、あの村長も話したがってるんよ。ウカム倒した後に、聞こう話も。もうさ、ほんとやめて。お前、お、おぉおぉ、一回目、二回目、くそ！三回目！ねえ、もう認められない。おい、今の疑惑の安定すぎるでしょ、マジで。4回目受粉身で4回って結構すごくない？1回死んじゃったけど、これで死んでなければ完璧だったんだけどな。ねえ認め認め、おいマジで、おー早くしてくれ。え、これ来ない？なんでやねんそれは。ありえない、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 もういい、もうええ、もう倒したし、もうええ、もうやらん。ちなみに倒した時にこの姉ちゃんが言ってたセリフがなんだろう、代役すると、はーい、あの浮かぶのバスを倒すなんてやっぱりハンターさんってすごいよね、あなたはこの街を救った英雄よって感じだった。で、このまま俺聞いてないね、船長じゃなくてあの村長の話。おお、我らが村のハンター殿、あのウカムルバスを倒すとは、主には礼を言わねばならんの。この村には避難勧告がギルドから出ておった。いつあの法竜に襲われるかわからんということでの、数百年前このおばばとトレジーが作ったこの村はまさにこのおばばの人生そのものと言ってもいい。え、え、これ村長竜神族か、耳隠れてっからわかんないけど、数百年前にトレジーと一緒に作ったんだ。トレジーとはそういう仲なのかな。その村がなくなると思うと想像しただけで胸が引き裂かれる思いであったが、その危機を主が救ってくれた、感謝してもしきれぬよ。しかしかの法竜浮かむるバスはあのかつ、法竜浮かむるバスはのかつてあの法竜、違う違う、もう間違えただけか、あのハリュー・アカムトルムと双璧をなすと言われたモンスターでの、かつてアカムトルムを退けた我が祖先、洞窟の巨大剣の主が、主がこの地に骨を埋めねばならなかった原因となった相手こそあのウカムルバスよ。あー、骨を埋めとくとウカムが警戒するみたいな感じなのかな。二度と故郷に戻ることなくこの地で客死した我が祖先、
なんだ客死って。そもそもこのママがこの村を作ったのもその祖先の残した足跡をたどるため。そしてこの村のハンターである主がそのウカムルバスを倒すとは、いやはや因縁とは面白いものだの。この村の村長として、そしておばば個人として改めて礼を言わせてもらうよ。ありがとう、我らが村のハンター殿よ。ということで僕はウカムルバスを倒しました。